龍雲寺は、静岡県浜松市西区、入野町にある小寺の宮、安仁親王が創建したとされる、臨済宗の寺院。山号は、聖子山。本尊は、阿弥陀如来。開山は、秀極妙派。学校法人常葉学園創立者は、同寺の出身であり、現在の住職は創立者のひ孫にあたる。ただ学園と、寺は、直接的な関係はない。庭園は、第一世650年延期に合わせ北山、康夫により造園された。ダウン症の天才書家と知られる、金沢章子により、世界一大きい般若心経が平成29年に奉納された。永代供養や樹木葬墓地などを早くから始めていることでも知られている。伝承では、南北朝時代に後二条天皇の皇孫で、弘厳天皇の皇太子である小寺の宮、安仁親王が京より下向し、現在の龍雲寺東墓地付近に居を構え、南西に龍雲寺、北東に六所神社を建立したとされる。ただし、安仁親王が京都付近で没したことが、その太暦に記されているため、この説は伝承の域を出ない。小寺宮家は、入野地方を治めていたが、三方ヶ原の戦いの際、秀極妙派が甲斐の慶林寺出身である縁により、武田方の味方をしたため、徳川家康に攻められ、全山が焼失。この際、宮家は、信濃を抜け、越後に落ち延びたとされる。元禄年間に再興される。現在の本堂は、この再興当時のもの。1946年に、龍雲寺出身の木宮安彦が、常葉学園を設立する。平成25年に、北山康夫により、境内整備が進められ、無料寿には、成城庭が造園される。平成29年に、金沢章子により、世界一大きい般若心経他が奉納され、毎年展覧会が開催されている。ありがとうございます。